今日はプロサッカー監督の間瀬監督に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。プロサッカー監督の1日っていうのがどんなものか全く想像がつかないので教えていただきたいんですけど、どんな感じで1日をお過ごしなんでしょうか。1日、はい、はい、短いです。短いですか。嘘です。まあ本当は短いとも言えるし長いとも言えると思うんですけど、はい、まあ、はっきり言うと試合に向かって準備をしていくので、1週間のうちその試合に向かう初日なのか真ん中なのか試合前日なのかで全然スケジュールって違うんですよね。で仮にまあ私は J3 ブラウブリッツ秋田と J2 愛媛 FC の監督をやらせていただいたんで、仮に試合が日曜日としましょう。はい、日曜日。はい、で日曜日に試合が終わると次の日の月曜日は試合に出た組はもう本当にリカバリーといって軽いジョギングだとかストレッチだとか軽くボール触って練習終わるんですよね、うん、そして試合に出てないメンバーがまあ練習試合をしたり、もしくは試合に出てないので激しい練習をして終わる、それがまあ試合の次の日なんですよ、うん、でこれはっきり言うと監督によってスケジュールは変わります。ああそうなんですね。はい、で私の場合はだいたいリカバーオフなので日曜日試合だと次の日軽い練習、試合出てないメンバーは練習試合か激しい練習、うん、そしてその次の日の、火曜日がオフですよね。ああそこでオフになるんですか。はい、そうなんですよ。ああ次の日じゃないんですね。じゃないんですよ。でこれは例えばモーリーニョ監督ってね、世界的に有名なヨーロッパで指揮を取る監督は選手のもしくは自分のも含めてメンタル面の休息を大事にするんで、試合の次の日すぐオフにするって結構言われてるんですよ。メンタル面ですか。そうやっぱり体、まあ本来であれば試合をした後っていうのは体が激しく消耗してるんで、リカバリーって言って血流を良くする軽い練習をしてその次の日にオフにしたりするんですけど、もうメンタル面が激しく疲れてるんで、もう次の日はもう何も考えずパッてオフにする監督もいます。メンタル面の休息っていうのはなんかその体ですとこうストレッチしたりとかそうやってちょっと想像はつくんですけど、メンタル面の休息っていうのは具体的にどういう感じ。もう人それぞれだと思うんですけど、多分何にも考えないことが何にもやらないことが休息である人もいるでしょうし、はい、もしくは家族と過ごすとか、もしくは趣味、うん、もうゴルフやる人はゴルフやるでしょうし、ね、DVD とか映画見る人は見るでしょうし、DVD 見るとかもう古いんですかね。ブルーレイ、ね、ウェブのコンテンツで見るんですかねっていう人もいるでしょうけど、でまあ、例えば私の場合だとそのリカバリー、はい、そして次の日なんで火曜日がオフですけど、はい、まあ、はっきり言うと、現代サッカーの監督にほぼほぼオフはないと思います。オフはないない。なぜかというとオフの日にその実際に行われた公式戦の試合の、映像を振り返ったり、ポイントをまた押さえたり、はい、もしくは時には僕もそうですけど監督自らその映像を編集したり、自ら編集する時もありますし、そして今度次の週末の対戦相手の分析だとか試合の映像とかもチェックしないといけないんで、なのでもう正直言うと完全なる1日のオフっていうのはシーズン中はないと思います。ないんですね。はい、でその中でもやっぱオフの1日練習がないという意味でのオフの1日の使い方として、まあ、僕の場合は大体、その時によりますけど、はい、例えば午前中だけ休むとか、あ秋田にいる時だったらもう午前中だけ、趣味のゴルフの練習に行くとか、はい、でも2時間だけボール打って、はい、でもはっきり言いますけど打ちながらサッカーのこと考えちゃうんですけど、そこに行ってもやっぱりそうですね、頭の中に浮かぶんですね、はい、で汗かいて
まああのまあ、クラブが提携してるね、はい、あの無料で入れていただける温泉とかあったりするんで、結構これは秋田の時も愛媛の時もあったんで、温泉に行ってリラックスして、うん、で午後からスタバ行って、うん、コーヒー飲みながら試合の映像分析をするとか編集をするとか、すいません、いきなりオフの日の1日になりましたけど、うん、でそれを昼から夕方までやって、で夕方から家族と共に外食に行くとか一家団らんするとか、うん、休みの場合そういうことが多いですよね。はい、はい、でノーマルの練習の日の一日の話しましょうか。はい、例えばその次の日とかその次の日、つまり水曜日とか木曜日は普通に練習ができる日なので、はい、ですね、私の場合はだいたい結構朝早く目が覚めちゃいます。朝早くってどれぐらい？もうむっちゃ早い時は4時に目覚めちゃいますし。4時ですか？何時に寝るんですか？寝るのはまあだいたい12時ぐらいですけど。4時間の時もありますよね。でよく寝れてもまあ6時半ぐらいには起きるんで、でやっぱり、その日の練習メニューを考えたりチェックしたりしますよね、はい、でそういう朝が始まって。当日に決められるんですかメニューは？そうなんですよ。へえ。これも監督によりけりで、僕が知ってる今まで自分がコーチとして一緒にやってた監督の方であれば、はい、もう前日の夕方には練習決めちゃって、はい、はい、もうこの練習で行くって決めて、あとはスイッチオフにしてリラックスする人もいますけど、はい、まあ、オシムさんなんかもそうなんですけど、はい、その練習やるギリギリまで考え抜くタイプもいて、へ、自分もこれまでは結構そういうタイプだったんで、はい、まあ、本当言うとその今朝4時とか6時に目覚めたり起きて考えるって言いましたけど、はい、もう本当は寝ながらもまだ考えてます。だから夢で練習の夢見る時もありますし、で、練習メニューチェックしながら、はい、そうですね、例えばですよ、朝10時にチームとのミーティングがあるとしたら、はい、その2時間前8時にはスタッフで集まってスタッフのミーティングをやります。で、まあ、コーチ陣と、はい、どんな練習、もしくは週末の相手に対してどういう戦術で試合をするかという打ち合わせをして、で自分の場合は分業でコーチの一人には攻撃の分析映像を作ってもらって、コーチの別の一人には守備面守備とその映像を分析をしてもらって、で自分は全体像の分析と映像を作ってきて、全部で見せ合って確認するんですよ。でイメージ示し合わせて、ちょっとイメージ違うってなったらそこから急遽作り直したりとかして、で選手とのミーティングの準備をするんですね、はい、で僕の場合はもうほぼほぼ毎日選手と映像ミーティングをしてから練習をするので、それをやってから選手との映像ミーティング、はい、そして練習に入りますよね。選手との映像ミーティングっていうのは具体的にどんなことされるんですか？まあスタッフで準備したものを選手に見せて、はい、まあ、はっきり言うともうポイントは2つで、はい、前回の試合のフィードバックと、はい、そうですね、この日は前回の試合のフィードバックがほとんどですね。あ、次の対戦相手の映像やミーティングはまた次の日にやったりするんで、はい、結構細かくそうやって目的を持ってされていくんですね。そうですね。へー。僕が日本サッカー協会の監督になるための SQ ライセンスっていうのを取得した時に、はい、まあ、その講義で一番学んだのがやっぱ物事って全体像とか目的からの逆算をするっていう、で逆算をした時に初日の練習はこれが必要だよねとか次の日はこれが必要ってなるんで、だいたいそこからしっかりとプランを立てて次の試合に向かっていきますよね。分かりました。で、まあ
ミーティング練習は大体長くても2時間なので、まあ、もし2時間なんですか？あ、そうなんですよ。え、長いですか短いですか？短いです。なんかもっと長いイメージがありました。それ以上できないんですよ。要はそれ以上集中できないですし、それ以上体力も持たないので、まあチームによったり時期によっては初日に2部練習って言って午前も午後もやる時もありますけど、シーズン半ばから終わりにかけてはもう大体初日も1部にするチームも多くて、自分もそうすることが多いので、大体例えば10時にミーティングして30分やって10時半から練習しても12時半には終わりなので、終わるとまあ選手の場合はね、1回昼を食べて、はい、その後はあのもう自分の時間ですよね、はい、で僕の場合は、まあ、練習は12時半に終わりますし、はい、昼も食べますけど、練習の映像も毎回カメラで映像に収めているので、自分の場合はその練習、2時間練習したら2時間分の映像のチェックをします。で大体それに、まあ、止めたり、ね、流したり巻き戻したりするんで、結局2時間の練習のチェックに2時間以上かかるので、まあ、大体3時間ぐらいかけてそれをチェックして、で次の日の練習に臨むというのがルーティンですよね。はい、すごい細かい作業なんですね。そうですね。今もちろんこれでも短い間にざっくりとした話しかしてないですけど、実際は本当細かいですよね。なんかそんな緻密な計算をすごいされて、その試合に臨んでるっていうのがあまり想像がつかなかったです。うん、そうですよね、うん、まあ僕らは結局試合に勝ったり負けたりの、ね、うん、結果によって自分たちの人生が左右される、うん、まあ、人生かけて、ね、うん、試合に臨んでいるので、まあまあ細かいですよね、うん、はい、すごい。まあ大体1日はそんな感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。